ヒョートル・クリムクはソビート連邦の宇宙飛行士である。3度の有人宇宙飛行を行った。クリムクは1964年にソ連空軍に入り、翌年宇宙プログラムに選ばれた。彼の最初の飛行は1973年のソユーズ13号であり、2度目は1975年のソユーズ18号でのサルート4号のミッションに加わった。 1976年から彼はインターコスモスに携わるようになり、ソユーズ30号でポーランド人宇宙飛行士ミロスワフ・ヘルマシェフスキと共に自身最後の宇宙飛行を行った。1978年に宇宙飛行士を引退し、ガガーリン宇宙飛行士訓練センターの副所長となった。1991年には所長に昇進し、2003年まで務めた。 彼は2度のソ連邦英雄や3度のレーニン勲章、またポーランド科学アカデミー金メダルなどポーランドの様々なメダルを授与されている。さらに、カルーガ等の名誉市民に選ばれている。ビサイのザスターズ及び、アタックオン、ウェイトラスネスという2冊の著書がある。ありがとうございます。